します。ですね、まずあの奈々ちゃんに教えてもらったんですけど、詳しいことを紹介するとですね、詳しいことを紹介すると、あのまずね、まあ、さっき言ったようにうちのチャンネルね、あそういうのじゃない答えは教えました。はい、じゃあ、まあ、うちのチャンネルね、もうね、あのちょっとねオープニングを長くしたいんですけど、まあ、みんなが気に入ってるよっていう、あのみんながあの今まで受けを回してたのと、あのみんなで動いてやってたのと、この土建と何が良かったかコメント欄に書いてください。チャンネル登録で知らせても OK です。で、まあそんな感じなんですけど、まあね、あのまあ、いっぱいね、あのオープニングねやりたいんですけど、まあ、なんとね、お友達の奈々ちゃんが私は長くしてあげるよって言ったので すごく嬉しいです。なのでね、あのみんなもあの YouTube を始めたら楽しいことがいっぱいあるのでね、ぜひぜひあのパパとナナも見てください。じゃあ、ね、あのまあ、オープニングの私真似しますね。いきますよ。じゃあ、どうぞ。じゃあ、まあ、真似しますね。いせのうで、パパとナナチャンネル楽しいから見てね。はい、真似しました。まあ、それでいつもオープニングは始まるってことなんですけど、あのそのオープニングのオープニングをね、なんかやること、なんかあんまりなんかいいやつがないって言ったので、私だけになんかあの奈々ちゃんがドキンちゃんだけでも楽しいからそれだけでいいよとかと言ってくれたので、あのオープニング新オープニングが始まります。でちなみにちょっと奈々ちゃんがびっくりしたことはですね、はい、じゃあこれな、あのこれね、アンパンマンのキャラがすっごい詳しい子だったらわかるんですけどね、これね矢印になってるんですよ。びっくりしたでしょ。はい、ということでね、あの今日はここまでで終わろうと思います。じゃあパパこっち来て。はい、じゃあみんなでじゃあみんなで行きよう。みんなで、じゃあ、はい、みんな見てくれてありがとう。ありがとうね。チャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。ぜひぜひ押してください。押してね。何回も押す、まあ、一応チャンネル登録についても知らせ、せっかくだから知らせます。ドキンちゃん言ってください。はい、チャンネル登録についてなんですけど、一回チャンネル登録ポチッと押してもね、もう一個押すとポチッチャンネル登録が切れてしまうんです。2回も連続、まだ押したことない人に、押したことない人、はい、チャンネル登録ポチッって言って、でもう一回押した方が2回になるかなって、ポチッと押したらなんとね、2回目でチャンネル登録が消えてしまうんです。なのでぜひぜひ1回でお願いします。1回でいいのは、あの全国のねみんなに押してもらいたいなと思います。じゃあ、はい、じゃあチャンネル登録もよろしくお願いします。見てね、バイバイ。またまたこのドキンちゃんはまたまた出てくるので、あのぜひぜひエンディングも楽しみにしてください。ですね、ま、あの今日の動画楽しかったなかなと思うので、楽しかったらぜひぜひね、あのよかったと思います。じゃあチャンネル登録も よろしくね。じゃあみんなバイバーイ。バイバーイ。パパとナナチャンネル見てくれてありがとう。チャンネル登録もよろしくお願いします。ぜひまた見てね。バイバーイ。